はい、こんにちは、ライゾマティクスの斉藤です。今日はマインドトレイルが昨日10月3日、から、オープンしまして、それ の, トークシリーズの、アーティストトークの、シャープ1ということで、今日は、金プセンジさんの方にお伺いして、アーティストの方とあと、五条良次館長、金プセンジの館長と奈良県の、知事公室次長の、福野さんと、アーティストの皆さん、あとキュレーターの林明夫君と、一緒にトークを、したいと思っております。で、アーティストの方ちょっと簡単に。はい、僕が、キュレーターの林です。僕から見てですね、正面、右手にいる、女性の方から石崎さんです。真ん中、中崎徹さん、よろしくお願いします。で、一番左側、木村光則さんですね。で、後ろ僕の横が上野千蔵さん、この4名が、参加アーティストになります。ありがとうございます。今日トークするのはですね、昨日実は、オープニングセレモニー、まあ、通常その芸術祭のオープニングセレモニーって、まあ、食べながら飲みながらみたいなのがあると思うんですけど、今日もここアクリル入ってますが、こういう、まあ、コロナ禍の中で、今回企画実施する、芸術祭ということで、今回はそういう、まあ、パーティー的なものはなく、昨日はですね、実はこの多分、マインドトレイルの、一つの特徴でもあるかなと思うのが、先ほどご紹介した金プセンジの、五条館長の方に、まあ、五幕の手法を使った成功祈願を昨日していただきました。で、今日実はここを中継させていただいているのが、金プセンジさんの、宗務長期貴賓室、宗務長貴賓室です、ございます。で、実は多分カメラに映ってないんですけど、それこそ世界遺産 の, 証明書であったり、あとはまあ素晴らしいも、これから紅葉が色づく、緑が見えるんですが、そんな中、ここに特設の場所を作らせていただいて、やっております。で、いろんなところで、まあ、もうトークもさせていただいているので、うん、ちょっとまあ触りになるかもしれない、ちょっと重複するところもあるかもしれないですけど、まずは福野さんの方から、はい、今回、まあ、どういう経緯で、このマインドトレイルを開催したか、まあ、目的であるとか、はい、ちょっとご紹介していただいて、はい、はい、まあ、今年年明けてからね、すごいコロナ、まあ、まさか日本に来ると思ってない段階から、まあ、日本にこう広がりだした中から、まあ、いろんな事業が止まっていく、まあ、うちの中も奈良県の中もいろんな事業が止まっていく、まあ、僕らも職員 の若い子たちをずっとブレスやりながら、何かやらなあかんなって言いながら、例えば吉野やったらすごく象徴的やったんが、吉野って言ったら桜がすごい有名で、すごいお客さんで溢れると。で、まあ、いつも特に、まあ、今の観光はちょっと変わってきてるけど、もともとの観光という、まあ、団体バスっていうのがすごく入るので、駐車場をこうパーク&ライドみたいにしてやるんですよ。吉野ももうずっとやってて、それすごくうまくいってて、観光バスがこう下で山の下で止めて上がってくるみたいな、その予約が全く入らない状況が続いて、うん、これ今回同時に開催する天川村の泥川っていうところも、大峰さんの修行に行く人たちがバスでどんどん上がってくるっていう、ゴールデンウィークぐらいピークになるのが、まあ、全く来ないと、まあ、吉野も天川の泥川の人たちも同じこと言ったのが、昨日バス見たでみたいな、うん、一台見たでとみたいな、そんな議論になってる。すごいお客さんが来てないっていう、その中でこの中でも何かしてこのお客さん、まあ、コロナ対策をした上 でコロナとずっと付き合っていく、ウイルスと付き合っていくっていう新しい形のものを何かできないかっていうことで、まあ、ちょうど斉藤さんに、まあ、3年ほど前お会いして、で去年お誘いいただいた横須賀の猿島のイベントをあれ行かせてもらったことがすごい、僕もあれすごく良くて、まあ形やったら何かできそうな感じじゃないですか、ね、うん、
ああいうなんてできないですかねっていうのを相談したのが確かきっかけで、そうですね、あれが聞くの相談したのだいぶ遅くて5月6月5もう5月末ぐらいですよね。そこからまあお話をお伺いして、でまあ補正予算というのがあってね、もともとあの県庁のあの事業ってまあ役所の事業っていうのは前の年の大体もう今頃決めてるんですよ、うん、大体決まってて、それを1年後とかにやるっていうパターンなんやけど、その相談したことでこれやろうともなって、まあだ大枠も決まってない中で、まあ、予算をこう、まあ、国の方から出たいろんなあのウィズコロナの、まあ、助成金のようなメニューがあったので、それを使ってで急遽7月の議会に提案させていただいて、だから7月の議会が終わって7月後半しか使えないお金からスタートして、で本当にも昨日オープニングってもう奇跡のようなあの、まあ、幹事にも言われたんですけど、まあ、幹事も長いお付き合いなんですけど、まあ、いつもそうやねんけど今回特にね、今回は特に何も決まってないで、でも使わせてくれとか協力してくれしか言ってないんで、とにかくあの昨日のオープニング昨日朝から打ち合わせしたというもう、まあ、お許しいただきまして、もゴンゲイさんの力をお借りしました、うん、すごい修法いただきまして、まあ、昨日のねごまね、これはまだまた後で話してくれして、ね、本当にそんな感じで、あの今回皆さんアーティストの皆さんにもすごいご苦労をおかけして、もう短期間でギュッとやってもらわなあかんし、なんかもう昨日ちょっと弾けてくれてやる感じが俺嬉しかったんですけどね、ほんまに嬉しありがたかったし、本当にありがとうございます。本当にこんなことができてありがとうございます。あの先ほど福野さんがご紹介いただいた猿島のマインドトレイル、あのマインドトレイルじゃない、センサーアイランドっていうあの、暗闇の美術塔っていう、うん、あのまあ、去年の11月ですかね、うん、やったイベントっていうのはそれこそ秋岡と一緒に、企画をして作ったんですけど、まあ台風は来るし、まあいろんなアーティストの方々、まあ、あと運ぶのも大変だしっていうので、今年もマインドトレイルやるとき、まあ、真っ先に相談したんですけど、で、まあ吉野、ソニー、天川っていう、まあ今回、吉野がまず昨日空いたということ で、それまあ真っ先に相談させてもらって企画したんですけど、僕本当に今回あのすごく大きいのが、まああの館長含め、あの金福選手の皆さんもそうですし、あと吉野の、あの町の皆さん、いろんな協会の皆さんにも、あのすごくたくさん、ご指南と、まあ、たくさんの、なんですかね、コラボレーションというか、うん、もう本当に皆さんがアーティストになったら、あの住民の方々がアーティストになっているような感じもあって、まあ、それ、うん、後でお話しいただければと思うんですけど、で、やっぱり我々今回、その吉野、含めマインドトレイル奥山とでやらせていただくときに、まずはこの地の力というか、もしくは文脈というか歴史っていうものを、うん、あの多分まあ付け焼き刃のところもあったと思うんですけど、勉強して、でだからこそ、まあ、どういう表現をすべきか、でやっぱりまああのどこもかしこもライトアップするような、ね、感じではなく、うん、やっぱりここの文脈がしっかりあった状態でそれをあの理解して表現できるアーティストの方々が今回ご一緒できたかなと思います。そうですね、多分みんな、はい、皆さんも奈良でやるって言うたらイメージ的に奈良公園ちゃうかみたいな感じ絶対したと思うけど、うん、奥大和ってどこやねみたいな、はい、って思われると思うけど、すごいこの、まあ、奈良盆地以外のエリアを指してて、でまあ吉野僕も天下もソニーもそうなんですけど、まあ、中山間地域、典型的な中山間地域も山岳地域ぐらいのところも言えるけども、奈良県の面積のもう80数%を占める山間部大奥山とっていうんですけど、まあ、人口的に言うたら1割に満たないぐらいの感じなんですよね、まあ、本当にあの日本の縮図みたいな感じですよね、日本全体では東京に集中しててみたいな、それを奈良で言ったら奥山と奥山と以外みたいな、奥山とにすごくこうその土地の力とか、うん、やっぱり暮らしがずっと続いている暮らしとかいうのがすごくあって、まあ俺力さんの作品でワイルドライフで聞いた時、もうまさしく僕らよく今ビジョン考える時に当たり前の暮らしとか、まあそういう
なんか美しいジャガとか、それ日本の美しい日本っていうのをやってるんですけど、それもやっぱ暮らしっていう風にフューチャーしてるんですけど、ほんでこのアーティストの皆さんがそのなんか説明してんし、時間もなかったのに、どの作品もすごいそれ感じてすごく感動しましたけどね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そこでちょっとあのアーティストの方々のお話聞く前にちょっとあの館長のまず吉野の、まあ、歴史、まあ、吉野だけではないと思うんですけど、大峰さん含めあのその歴史、昨日もあの、最後の言葉をいただいて、我々非常に感銘したというか感動したというか、あの本当にいろんなことを言い当てていただいたなと思っているんですけど、まずその吉野の文脈というかをちょっとご説明いただいてもよろしいですか。ありがとうございます。まずはじめにね、あの斉藤さんはじめ福野さん皆さん方、あの今日は代表してアーティストの皆さんここでお目にかかれて嬉しいなと思いますし、まあ本当にようこそ吉野に来ていただいて、ようやっていただいたなと思います。ありがとうございます。まあ吉野山は日本一の桜の名所とこういうのはよくあるんですけれども、最近は日本一の桜の名所というのは日本中にたくさん自称してあります。ところが吉野は、まあ、昔から日本一の桜の名所とみんなが言うておったところなんですが、その桜というのはね、ものすごく綺麗なんですが、話脱線しますと、さっき福野さん言ってありましたこの春には吉野の桜の時期にお客さんがおいでにならなかったという、まさに吉野山の旅館のおかみさん方、あるいは土産物屋の方々も吉野へ嫁いできた方々、まあ、いらっしゃいますよね、奥さん方、これがねこんなにゆっくり吉野の桜を見たの初めてやる、こんな綺麗やったんやね普段はお客様にねあそこ行ったら綺麗です、ここ行ったら綺麗です、まあ、おっしゃるんですけども、そこでそのゆっくりと、めでるということはなかったようですね。それが今年はまあ時間あるもんですから、皆さんでお誘い合わせでね、こう小の会さんというおかみさんの会があったりします。その方々が春にこう方々こう行かれまして、見る見方がね、ああすごいな吉野って、それは桜があってもちろんすごいんですけれども、そこに、まあ、心に全く余裕はないんでしょうけれども、行って座って時間を置いて一呼吸置いて見るというのが大事なんやろなというふうに思いました。その一瞬の吐息というか、うわーっというのが今日のマインドトレイルの皆さん方の山の中での、あるいは吉野の街中での芸術のにつながってるんやろなというふうに思って、それをこう表現していただいてるんやろな。だからおいでになった方も今日ねたくさんおいでいただいてますけど、皆それぞれの場所で喜んで座ったり寝転がったり食べたりしてあるんやろなと想像すると、もうありがたくって仕方がないなというふうに思っております。まあ、そんな話で吉野の桜は何かと言いますと、今日昨日皆さんでお参りいただきました蔵王堂のご本尊、蔵王権現様にお供えをした桜なんですね。日本中の桜の名所にはこう自分なんて行政が公園開発とか学校整備で植えていくのが多いんですけれども、ここはそうと違いまして、吉野大峰を訪れる山伏とか、お参りの方々がその桜の山桜の苗を買いまして山々に植えていったのが始まりなんですね。蔵王権現、皆さんがお墓にお花をお供えするように蔵王権現にお花をお供えして、子供がようなれ皆がようなれ、そんな思いで植えていた祈りの桜が、まあ、3万本という数になって、千年の前からですから、どん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 育って別れしてきたんでしょうけれども、そこは、まあ、言うと蔵王権現を中心にあるということであります。それが全てでありまして、今から1300年前に遠野行者という修験道を開いたと言われる方が奈良にいらっしゃいました。その方がこの吉野大峰で修行しまして、蔵王権現という権現、仏を祈り出すんですね。祈り出すというのは、まあ、いわゆる岩倉からブワーンと出張る、それを元のお姿はお釈迦さん、千手観音さん、弥勒菩薩さんですけども、それぞれが、まあ、
人々の過去現代未来を救うてやろう、そして優しく救うんではなしに私たちのような言うことを聞かんようなやつを懲らしめてでもクラッと叱ってでも助けてやろう、そんなぐらいの勢いを持った仏さんを終わりの行では祈り出すんですね。まあ日本の真ん中と大和の地、そのまた真ん中って私らは言うんですけども、この吉野大峰の、でですね、あの祈り出した純日本製の仏さんなんですね。それを、まあ、縁の行者が、桜の木で彫刻をしまして、彫刻ですか、まさにアートですよね。その出会ったところにお祭りして三重の座王堂、もう一つを今の吉野の座王堂のあたりにお祭りになって三重の座王堂、三条三家で金峰山寺というお寺が、まあ、1300年前に始まったというんですけれども、それ以来、まあ、本当に朝廷の方々から一般の方々に至るまで大勢の方がここへ来て修行して、国家安穏、悪魔退散、妖魔退散、悪疫退散、悪疫というのはいわゆる疫病、コロナですよね、うん、そういうことも祈って、来たところ、そういうところで修行してきたところがこういうこの吉野で、まさに昨日座王堂でごまをさせていただきましたけれども、あのごまのように、皆さんがそこで手を合わせて、よしこれからみんながようなるように祈るやないかと祈った上で大峰さん、あるいは熊野を目指して世界遺産になりました、奥掛け道をずっとこう修行していったんです。あるいは熊野から命がけでここまで命からからやってきて、命あることに感謝をして、それぞれのご家族のもとにお帰りになっているのがこの吉野の座王堂の地ですよね。だから、まあ、あの今は観光地ということはあるんですけれども、実はもともとはそういう座王権現を中心とした、人々が集まってきて、なってきた。そしてまたこの吉野というのはご存知の通り吉野杉とか吉野ヒノキのもうブランドのところでありますけれども、その地域の人々と一緒になってお寺を支え、宗教を支え、あるいは反対にお寺宗教がその地域の林業とともに日本中に広がっていったというのが、まあ、こう吉野の深いところなのかなという、奥吉野のその奥という思いのあるようなところなのかなという感じですね、うんうんうん、ありがとうございます。でそれを、まあ、受けて、まあ、我々そのアーティストチームというか、まあ、僕も一アーティストに参加させていただいていると、うん、今補助館長からお話しいただいた、まあ、実際ロケハンで伺わせていただいて、でそこでもご話をしていただいて、まあ、僕たちもそこから、いろんなことを感じたり、まあ、吉野の地を、まあ、実際に歩いたりしたと思うんですけど、これちょっと明夫君の方から皆さんに実際のプロセスの中で、はい、その吉野の地を、うん、まあ、どういうふうに見るかとか、うん、どういうふうに理解するかとか、はい、あとはこの場所の、まあ、近代的な特徴もあるし、うん、なんかそういうところってありましたか。そうですね、まあ、この冒頭に話にあったように本当にこうこのコロナだからこそやろうということで斉藤さんに僕の方にお声掛けいただいたのはおそらくそれこそ7月6月の後半最終週とかですかね。あ、結局今時間あるかねっていうから、そう、まあまあちょっとコロナですからちょっと相談したことないけど、ね、なんですか奈良でプロジェクトをいつですかって、まあ、10月くらい、うん、3ヶ月ですねみたいな感じでということであって、で、まあ、斉藤さんからこの、まあ、まず最初の概要のブリーフィング受けて、でもう、アーティストの皆さんに8月の多分上一番最初の週に入ってもらったんで、それまでに、まあ、概要とかどういうコンセプトで作家決めていくかってことをしなきゃいけないと。でその中でちょっと今奈良のお話から少し外れてしまうんですけど、やっぱり斉藤さんが今コロナっていうタイミングの中で、まあ、この哲学的な問いをすごくやっぱり我々は考えるようになったんじゃないかと。で人間が生きるってなんだろうとか、まあ、命って何だろうとか、まあ、大きな災害とかであれば実際にもう目に見えてそこが破壊されてしまっているからそれを直そうということになりますが、まあ、このコロナの状況というのは目に見る限り我々は日常は歩んでいるけれど、まあ、人と一緒にいられないとか、まあ、今までとは全くやっぱり違う姿勢でこういう状況に向き合わなければいけないんじゃないかっていうのを、まあ、斉藤さんがお話をして、でまあ、やっぱりそれをじゃあ別にやっぱり今考えていこうと。でまあなかなかこの僕もそれからすぐに奈良のリサーチにかかったんですが、やはり到底この長いもう1300年さらにもっと長い歴史に
置けることをこう簡単にこうなかなかピックアップして、じゃあこれがアートですとか、こういうコンセプトでアーティストさんに作ってくださいっていうのは難しいなっていうふうに思ったので、まあ、その祈るとか信仰、長い歴史っていうのをリスペクトしながらも、まずはやっぱりこのコロナってことに向き合いながら、まあ、どう考えるかと。でその中で斉藤さんと話をしてて、やっぱりすごくやっぱりそのキーワードかなと思ったのは、やっぱりそのなんか自分の体とか私っていうことを考えるときに、私の体であるっていう、この体っていうことをもう一回こう包括的にまあ見直せないかと。でそれはこう自分自身が動く体だけでなく、手で物を作ることであったり、人と対話をすることであったり、その体っていうところから出発する、プログラム、を、まあ、作成できるような、まあ、アーティストで、通常僕が関わらせてもらうプロジェクトだと割とまあ中長期間アーティストさんにも現地に住んでもらって、まあ、コミュニケーションを取ってっていうことを行うことが多いんですが、まあ、コロナの機会ということもあって、まあ、そのあたりはこう、きちんと感染症対策も管理しつつ、やはりこの場所で、まあ、精神性やはり向き合いながら体っていうところを一つ大きな軸にして、まあ、考えてもらえるような方を選びたいなと思って作家選定の作業に入ったように記憶してますね、うん、ありがとうございます、はい、なので、まあ、今回そのマインドトレイルっていう名前にしたのも、なんかその一つは、まあ、マインドって言ったのは、まあ、それこそ奥山田だからこそだと思ってますね。でトレイルっていうのも、もう一つ、まあ、近代的な意味で奥山田を示していて、まあ、それこそまあ、最近トレイルランニングとか、それこそ福野さんとかもやられてますし、もっと遡るとさっき館長がおっしゃってた山伏の話が出てきて、で、まあ、これがトレイルとこう安易に言ってはいけないんですけど、コロナの中で、まあ、僕も含めてですけど、だいぶ家の周りを歩き始めて、でそうするとこう今までってこうなんていうか、感覚的に時間があればスマートフォン見て、時間があればウェブサイト見てだったのが、だんだんと歩いてるうちこう内向的になるというか、自分の体の中の話と、まあ、もしくは自分の心の中の話になってきて、僕は今お腹を空いてるのかとか、僕は今何を考えてるのか、今何をしたいのかっていう、先ほど館長からも地元の方々が桜が綺麗やなって言ったのと同じで、自分の実は住んでる周りもたくさん綺麗なものがあったり、全然気づかなかったのに気づいたりと、その解像度が上がるっていうのがあったので、これはまあコロナの中でもできそうだなと思ったのが、その歩くっていう行為、まあ、そのすごく身体的な行為を、付加しながら密を作らずに、あとオペレーションも、まあ、人的にやらず、今の時代なので、まあ、アプリとかそういうものを 使って、まあ、今回も山伏さん参画していただいてますけど、でできないかなというのが一番最初にあったと、ということですね、うん、でもそれ聞いて、うん、福野さんどう思いました？いやまあなんかその斉藤さんの話してる中でね、最初歩くっていうので、まあ、僕らも、いや僕もよく歩いてたんでね、その2月3月4月5月ぐらいまでずっと歩いてたから、毎週ぐらい20キロって、まあ、言うじゃないですか、どのぐらい歩きます、はい、15キロ20キロ歩くじゃないですかみたいな、はい、でその時に歩きながらと、全然コロナ関係ないやみたいな、関係ないっていうか対策できるし、でもちろんしんどい人いけないじゃないですか、そうなったらということは、まあ元気なもんしか来へんし、これってすごい可能性あるし、で楽しいなって、まあなんか親あるように、僕も近所の山もすごい行くようになって、家からすぐ近くの山も何回も登るようになって、こう山歩くってこんな楽しいんやって改めてね、まあなんか、まあ、たまに行ってたんですよ、たまにはまあトレイルランニングの真似事みたいなこともやってみたりしてたけど、こんだけ 歩くとなんかすごい見方も変わるし、いうようにほんまに足元を見るからね、うん、そこにアートで、まあ、猿島のイメージも俺強かったから、あれもなんかパッて気づくに歩いてた、うん、ってみたいな、ここにあるみたいな、うん、あそんな感じになったらええな、で昔は、ね、若い時つまりとか行かしてもらったりもしてて、それが奥山本でできるっていうのはすごいもうワクワクしたし、そうですね、もうなんかまあもうさから昨日なんかもう結構俺感動してたんですけどね、ほんまに感動してたんですよ、吉野ってね、はい、そういうところで、その山伏でしょ、うん、山伏って修験道って言いますよね、修験の修を実修って言いまして、自分で修するんですね、うん、自分の体でする、うん、勉強だけやなし、で実験というのは印、剣というのは実験の剣は印、うん、まあ仏教では
悟りなんですけど、うん、自分で結果を得るんですよね、うん、自分でやって自分で、うん、自分で歩いて自分で祈って自分で作って結果を得るという、うん、あの人に物を頼むだけなし、それがね、うん、修験という漢字のもとなんですよね、うん、そうすると自分で山を歩くと今おっしゃったあの、うん、山を歩く中でマインドトレールってすごい言葉になって、うん、トレールランニングは実は修験道の中では修行する道を走られるのは道が壊れるからというあの反対意見もあるんです、うん、賛成意見もあるんです、うん、けれどもトレイルと修行も一緒にベストしてもその心とね体というのは必ず人間を持っとって、うん、体をしっかり動かすと心がほぐれてくるんですよ、うん、心だけでいくらどんなに考えたって体がじっとしとったら心はほぐれないし体も、うんうん、こんなになっていくしね、うん、そういう意味ではあの今理にかなってまさにコロナで全員が止まって私らも止まって、うん、あの山伏でさえ動かれへんようになってしまいますね、うん、で考えたのは気づいたのがちょっと歩いてみると山伏っていうのは山歩くんですからいっぱい知ってるんですよ、うん、ところがねあこんなとこにこんなに可愛らしい花あったんだけど気づいてしまう自分に気づいたからねなんということをもったいないこと今までしとったんかなというのが、ねうん、ありましたね。だから今斉藤さんがこう企画していただいて体を、ね、使って皆さんに、ね、集まっていただいてで今度気づくところにポッと、うん、で本当にあの、うん、えというところに山の中にあったりするあれがねすごく楽しいし、よかったなと。なので心の中の美術館っていうのは、うん、あの何ていうんですかね、まあ、僕いつもこういう言い方するんですけど見える人と多分見えない方がいて、うん、あの前回猿島でやらせていただいた時も真っ暗な中なので、うん、で目が慣れないとやっぱりその見えない作品も結構あったので、うん、急いでいる人だから心がもう、まあ、いつもと同じく速く走ってる人たちってやっぱり全く気づかないで帰っちゃう人いるんですよ。だから本当になんか忙しいところの社長さんとか来た時に全く気づかずわーっと回って本当30分ぐらい帰られます長い人だとそれこそ 4,5 時間いらっしゃる方も最初の便で入って最終便でしたねっていう方もいらっしゃってで今回も心の中の美術館って言ったのはやっぱりまあ今ってこう美術館も普通に行こうと思っても行けない状態でだいぶ変わってきましたけど、うん、で実際にその、まあ、これからアーティストの作品あの皆さんからもちょっとご解説いただきたいですけど、アーティストの作品を通して、まあ、一番最初にご登壇したのが、作品を通して最終的に、まあ、望遠鏡みたいに最終的にその吉野のことであるとかもしくは日本のことであるとか文化のことであるとか歴史のことであるとかもしくはあの、まあ、コロナのこととか社会問題であるとか何らかしらが見えるような作品というのを作ってくれないかっていうのを一番最初にあのお願いしたところがあります。で、なんかちょっとそう一番最初にそれを聞いて何斉藤さん言ってるんだろうって思ったのか、ちょっとなんかそこら辺をお聞きしたいなと思うんですけど、各作家に聞いてみますか。各作家に聞いてみよう。後ろから僕がなんかね質問するのもそうですけど、じゃあまあこうね少しちょうど今席順ですあの座っていることもあったね、まあ。さきさん、チカレさん、僕チカレさんは今回初めましてで、うん、僕ずっと作品のことも知っていたし、やっぱりその、こういろいろか、まあ、大きくて硬くて強いもの、例えばそれが象徴がビルであったり都市であったり、そういうものにやっぱりニットっていうすごく弱くて一見するとすごい可愛らしいようなそのイメージを持っているものでやっぱ状況に介入していくっていう声はすごく面白いなと思ったので、やっぱり今回このコロナっていう状況の中でどんなものをこう形を変えていくって、今特にやっぱりもうちょっと違う形では例えば男女の、平等性の話であったりとか、うん、LGBTQ の話だったりとか今すごく社会にそういろんな角度が開いている中で、まあ、この状況下でやっぱ力石先は何を作るかなっていうところもあって、まあ、今回初めてお声掛けさせて、うん、いただきました。力石さんどう今はねどうですかどうでしたかとかも含めて私は普段はそういう街の中で地域の方をバーッと集めて一緒に網、うんくるんでるんですけど、まあ、それが本当にコロナの状況になってできなくって、でそんな時のお話をお声掛けいただいたんですよ。で、まあ、その私いつもその場でしかできない作品を作りたいなと思ってるから、
山って聞いて、まあ、どうしよう、想像がつかない、来たこともない。今までないですよね、山で作ったことはないですよね、うん、本当に何も分かんないから、とりあえず現地にリサーチしてから考えようって思って、うん、で、普段山登りとかもしないんですよ。それがリサーチがすごくハードで正直すごいハードで、なんかそんな中で金峰山寺さんとか三雲神社とか、あとその山の中歩きてもお地蔵様がポツポツ現れるじゃないですか、うん、でやっぱり自分の本当に体とそれも向き合って、本当きつくて膝が笑ってきたりとかしたんでこう見つけるとお祈りをするんですよ、うん、無事に下山できますようにとかいう経験があったから、うん、なんか吉野って祈りの山だなっていうのが一つそこでキーワードとして見つかって、で今そのコロナで、人をわーってこう集めて町に遊びを生み出すどころじゃなくなったから、もう大自然の山の中で、そのでも私は編み物っていう技能を持ってるから、自分の手さえあればこうなんか生きていけるってなんかどっかで思ってるところがあって、今こそそれを山でやるべきだと思って、その山の素材を使って山の中で生きていくっていう設定の作品を考えました。一番最初にでもまあ僕から、まあ、今回キュレーターの記憶にお願いして、で、まあ、みんなで話しながら力石さん参加してくれ、まあ、この他のアーティストさんもそうですけど、まあ、風木さんも木村さんもで上野さんもみたいな、みんな忙しい方ばっかりで、でももしかしたらまあ芸術祭とかもほぼ中止だったり延期になってるんで、もしかしたら皆さんお時間があるんじゃないかっていう名のもとにというか、その妄想のもとにご連絡したんですけど、一番最初にでもこの中で芸術祭やるみたいな話を聞いたときにどう思われました？そうですね、そうですね、変わってるなと思って、うん、変わってるなと思って私その明夫さんとそのズームで最初にご挨拶したときに最後に聞いたのは、これはなんかもともと決まってた芸術祭なんですかって聞いたら、いやコロナで生まれたんだよって感じで、あ、そうなんだ、すごいなと思いました。そっちに、はい、じゃあ最初にちょっともう少し最初の構想の話をねちょっとそれぞれ聞いてみてから具体的にどんな施策したかって話また戻りたいなと思うんですけど、中崎徹さんです。僕は多分この中でも今回の芸術祭の中でも一番中崎さんとは関係が古くて、僕が大学生の時もかれこれ10年以上前からいろいろとアーティストとしてお迎えさせてもらったり、あとは彼がなで型インスタントパーティーっていうユニットをやってるんですけど、そのユニットで愛知トリエンナレという国際芸術祭に出展した時に、ちょうどマネジメントのスタッフとして一緒にお手伝いさせてもらったりするなど、まあ、いろいろとこう関係があって、で本当に今斉藤さんの話なんですけど、今年、開催される予定だった〇〇芸術祭にはほとんど彼の名前があるような、今すごくこう全国で活躍されているんですが、まあ、当然そういうのも今なくなったというタイミングだったのと、僕はやっぱり彼がその何かすごくこうユーモアの形で表現するあるものを見るっていう行為とか、その先にあるものを考えるっていう、そこの、まさにその装置のようなものを作っていくこと の、 技能がに対してすごくやっぱり、今この状況でやる芸術家だったら彼を、まあ、招きたいなっていうことを思って、まあ、お声掛けさせていただきました。中崎さんです。でご紹介って、まあ、そうですね、今回どういうそのコロナを踏まえて、はい、まあ、こういう話を聞いてどう思ったかとか、うんうんうん、でどんなプランを考えたかっていうところまでまずちょっとお話しいただけたら。はい、中崎です。今回まずお話をいただいた時ってまあ暇でしたよね。もうやるやるみたいな感じででもなんかそのやっぱり3月後半ぐらいから4月5月って本当にこもっていて、まあ茨城県の水戸なんですけど、まあ、水戸も本当にちょっと感染者が出る出ないみたいな時期でピリピリしていて、なんかいろんな仕事がなくなっていて、本当に斉藤さんの話じゃないんですけど、まあ僕ら結構車生活なんでそんなに歩いたりは逆に都会の人ほどしなかったりもするんですけど、なんか本当に今まではこう目の前の仕事に割とこう来た球打つじゃないけど忙しくしてたのが、こう一回立ち止まって割となんだろうな、家っていうかちゃんと料理をして自炊をするとか、なんか草むしりをめちゃくちゃ丁寧にやり始めるとか、本当にこうどっかにバカンスってサバティカル的に出かけるとかじゃなくて、こもってるのにまあサバティカルみたいな感じで、
なんかこういう1ヶ月とか2ヶ月を意図的にこう毎年は無理だけど、うん、何年か3年に1回ぐらいこういう時間を使って自分自身のことを考えたりとか、まあ、ただ過ごすだけみたいなことをするのはいいかなってちょうど思ったりとかして、そういうのに少し逆に飽きてきたぐらいのこの夏前ぐらいで、そろそろなんかしたいなって思ってたら、どんどんその時期にまた秋の仕事がどんどん中止になってくるみたいな、なんか悩んでた。で、展覧会っていう形式ってまあなんか地元の人とかすごい関わるプロジェクトはいろいろ難しいところはあると思うんですけど、基本的に展覧会っていう形ってそんなにまあコロナに対しては影響が少ない、まあ、分野だと結構思っていたんですね。で実際今も思っていて、まあそんなに喋るわけでもないし、そんな人がぎゅうぎゅう来るような展覧会なんて本当に国内でも年に何本かどっかであるかぐらいで、基本的にもうむしろ人なんかほとんど来ないみたいなところで、まあ距離もあって静かだから、まあもっとやったらいいのにな、まあちゃんと対策をしながら、まあやったらいいのになって思っていたところに、まあこういう野外もありつつ半野外だったり、なんかこういう形式のはすごくマッチするだろうなって思って、まあ楽しく参加、まあまあかなり前向きに参加させていただきました。でまあ本当に短かったですよね、準備期間なので、まあちょっと普段だとやっぱり結構長い時間リサーチをしたりとか、まあその途中で会った人とかのまあ関係だったりとか、まあ一緒にそこで関わってくる人たちによって結構作品の中身が変わってくるようなことって結構あったんですけど、まあちょっと取材自体が少し怖いなっていうところもあって、割とこの、まあ、力石さんとかと同じ感じでこうこのマインドトレイルのコースを歩いて、ね、まあ、めちゃくちゃ運動不足だからすごいなんかハードで、もうなんか半分歩いただけど股関節ガクガクみたいな感じで帰ってきて、まあ、帰ってきてお昼ご飯を食べながらこうお客さんの気持ちでここでやっぱりビールを飲まないとダメだなって思ってこうやってたんです。すごい美味しかったんですよね。でもなんかその一日の体験みたいのをベースに、まあ、気づいたこととか、まあ、かなりこう一方的な目線ではあるんですけど、なんかあこういう見方で思って歩いたら面白いなっていう視点をなんかこう目の身支度みたいな感じで、まあ、歩き始める人たちにこうそういう持ち物を持ってもらって歩き始めてもらうといいなって言ったのを、まあ、色眼鏡っていう、まあ、ちょっと一瞬ネガティブな言葉なんですけど、まあ、あえてこう違う視線を見てこう街を見ていくとすごいなんか面白くなってくるんじゃないかなって思って、この色眼鏡で見る風景というタイトルの作品にさせていただきました。でもあとちょっとすごい面白かったのは、結構一方的な目線で、まあ、自分の言葉で全部書いてしまったんですけど、まあ、それを作っていく過程で、まあ、会った人とかお世話になる人とかの話がもうどんどん面白い話が出てきて、なんかこれもっといろいろ入れたいことあったなみたいなのがたくさんありました。なんかうっくらとかね、ゲストハウスのカムインさんっていうところにずっと滞在してたんですけど、まあ、そこのおかみさんが修行をなさってる方で、結構ご飯とかを食べながらちょっとしたこう豆知識のような情報をやっぱ少しずつ聞いたりしていて、だからそれがこう昨日のお祈りの時とかもなんかいろんな情報がこう頭の中でマッチングしてて、もう本当に鳥肌が立つというか、もう総合芸術ですよね。なんかすごいオペラとか、すごい大規模のなんかバレクラシックバレエとかを見るようななんか感動をなんかある意味すごくしてしまって、もうそれってなんかこういろんなことを皆さんからちょっとずつこうさりげなく聞いたこととか、まあ、観光協会の太鼓判のお父さんとか、皆さん結構身体化してるんですよね、この信仰することとかが、そういう町がもうなんかみんな当たり前になってる中にいること自体はすごい面白くて、なんかその作品以上に自分の体験としてはここで滞在してたこと面白かったですね。ちょっと
はい、またちょっと話戻りたいと思いますが、続きまして、木村さんです。木村さんは僕、別なしあのプロジェクトで、海外にアーティストを派遣するっていうことをやって、日本にアーティストを受け入れるっていう交換プログラムをやった際に、ベトナムの方に2回行っていただいて、ベトナムで制作をしてもらったという経緯がありまして、でもうあのご覧になられた方はね、もう分かると思うんですけど、なんか独特な、まあ、あの技法の話をちょっとしていただければと思うんですけど、まあ、木村ワールドのこう彫刻、特にその動物の彫刻というのはすごくやっぱり僕は個人的にも興味を持っていましたし、やっぱり今何かそこであのコロナが人間だけの話ではないかもしれないと思った時、もっと幅広く生物ってことを考える時に、やっぱり何かこう人間以外のものを形にできる人はいたらいいなっていうことも思って今回お声掛けをさせていただきました。木村さんです。うん、僕はあのコロナで、もうレジデンスもここあの 家から離れることができないなと思って、展覧会とかで、それであの近くにあるレジデンスに泊まりたくな、歩みを止めたくなくて、もうレジデンスに申し込んで、それで5月から、4ヶ月あの肺呼吸をする哺乳類をひたすら作りたいなと思って、まあ、一番何種あるんだけど、それじゃそれは無理なので、その所属っていう字の 属単位で1300属ぐらいいて、そのうちの900作れるやつを探したら959いて、それを今それをレジデンスで作っていたんですけど、それで、まあ、そのレジデンス その期間ずっとそれを作っていればいいなと思っていたんですけど、そうしたらあの他の展覧会が、韓国の展覧会とかいろんなものが入ってきてしまって、 それを終わらせないと次に進めなくなってしまって、 そんな時にあの秋尾さん、林さんから展覧会10月にありますっていういうことを聞いて、あ、僕10月中旬からだったらいけますっていうことを確か言ったんですけど言ってましたね。それで秋尾さんが、あ、そうですか、ありがとうございますとかって言って、なんか上旬の予定なのになんかありがとうございますとかなんかとかなんて、あ、これやばいなと思って、もう最初からもうものすごい焦ってました。あのもう6月ぐらいからもう僕あのいろいろ焦り出して、展覧会がなぜか来だしたので、朝5時ぐらいから夜の12時ぐらいまでだいたい作業をしなきゃいけなくなってしまって、間に合わなくて、それで今回これで、それで、視察に来た時はあのもうその時も焦ってたんですけど、なんか歩いて、あ、すっごい暑かったんですよ、なんか暑くて頭が回らなくて、ただ歩いただけみたいになってしまってそれでプランを出してくださいっていうことになって、あの場所とかも全然覚えてなくて、あの森だけ覚えてたんですけど記憶が全然なくて、暑くて本当に。それで、ヨシノはやっぱり森、ヒノキ、杉、鹿だなとずっと、うん、それはもともと分かっていて、それで視察の時には秋尾さんも、あの、あ、木村さん鹿どうですかって言ってたので、あ、僕鹿作りたいです、もう作りたいと思ってましたって言ってそれで、鹿作ろうって思いました。それで鹿、コロナで結構あの動物のイメージってちょっと変わってきてて、多分みんなそうだと思うんですけど、まあ、すごい可愛いんだけど近寄りたくないとか、そういうのがあったりすると思うんですけど、今回はあの、最初から一つは作りたいものがあって、鹿が見てるっていう、鹿がなんかどこに行っても、動物園に行っても鹿ってこっちを、鹿を見るとこっちを見てるみたいな、だいたい目が合うっていう、なんか自然界で目が合うっていうのは結構死を意味するっていう、なんかだいたい殺されちゃったりするので、それでそれは決まっていて、それでもう一つあの調べたら、鹿には胃が4つあると、それで何でも食べてしまうと、それ木も食べる、それで森林破壊をしていると、人間の次に森林あの自然破壊をしている動物だとかって書いてあって、あ、これはもうこれだなと思って、で鹿が
鹿が木を食べて、それで木を食べすぎて、あの目も、目も、木の中に入っていて、ので、周りが何をしても鹿が気づかないっていうような状態で、鹿があの木の森の中に入って夢中になっているっていう作品を作りました。それで、まあ、あと鹿のパネルっていうのと、鹿が生まれるような森と鹿っていう作品も作ったんですけど、まあそれは置いといて、技法ですね。技法今言っちゃっていいんですか？どうぞ。技法なんですけど、毛が生えるパネル、毛が生える彫刻っていうのを最、もう5年ぐらい前からやっていて、あの木から、もともともう数、もう十何年前から木から毛が生やしたいなとずっと思っていて、たまたまチェーンソーを当てて毛が生えているのは自分では分かっていたんですけど、どうして生えるのか分からなかったんですけど、5年ぐらい前にそれに気づいて、ちょっと毛が生えるパネルを開発することができて、それで今回ヒノキ、もう杉は生えないって僕は分かっていたのでヒノキの角材をちょっと家の近くのホームセンターで買って、ちょっとパネル状にして、ちょっとパネル状にしてないですけど、ちょっと角度つけて削ったらめちゃくちゃ生えたんで、あ、これはすごいなと思って、視察の時にそれでもうヒノキを買って帰って、時間もなかったのでちょっと一匹作りたいなと鹿を思いました。それで毛が生えるパネルか、それであれでしたよね、なんかあの木村さん視察の時にもう杉、うん、興味ないみたいな感じで、僕ヒノキだからって言ってもうギラギラして、もうヒノキって言って、もうその吉野のヒノキすごくて、まっすぐ、まあ、っすぐだし、なんかここで滞在制作したからしてるから、もうな、生乾きの木って本当は良くないですよ。なんか人に渡すのもやっぱ売るのもちょっとなんかカビちゃうし嫌なんですけど、ここで作業するとやっぱ切りたての木を持ってきてくれるんで、その木掘りやすいし、毛羽立ちやすいし、最高でしたね本当よう会いましたね、はい、何回も会いました。だんだん最その2日ぐらい前まで分からへんだもん俺どうなるのか。あ、でも組み立てやんと俺現場持っていくからばっか思ってたから、俺林君にあれ組み立てたらもう重たって持てへんでみたいなでもあれよ、箱があったしすごいな、かったっすわ。いや僕なんか今回すごい木村さんの作ってる過程、まあ、うん、これ前もあのマインドトレイルの、あのまあ1ヶ月ぐらい前でしたっけ、うちのプレイング東京というところでお話しさせていただいた時も、それあっという間に出してもお話しさせていただいた時も、芸術祭の面白さってもちろん相手からそのいろんな方に見ていただいてっていう楽しさもあるんですけど、僕はまあアーティストで例えばいちごつまりとかいろんなところを探させてもらってて、多分アーティストが一番楽しいんですよ。楽しいって言ったらあれですけど、やっぱり学ぶところもあるし、地元の人たちとか地域の人たちともやっぱりこういろんなコミュニケーションが発生するし、おいしいものを食べれるし、うん、でなんか木村さん今回あのこの今、まあ、あの金峰泉寺さんに見させていただくんですけど、ここに来る方ほぼ 100% 通る場所で制作されてて道沿いで、で僕あの存在がすごく僕は今回、まあ、もちろん木村さんの作品も、うん、あの今朝も歩いて見てきたんですけど、なんかあの制作過程がすごく僕は今回芸術祭の一つの象徴だなと思ったんですよね、うん、でみんな泊まって、まあ、僕もそうですけど、うん、みんな、まあ、昨日も話したんだけどみんな泊まってあ、もう今日はこうなったなそんな感じばかり進んだなみたいな感じだね。毎日来てくれる人もいるし、たまたま泊まる人も何人か1日ずつ、もう5、6人、5、6台は車が知らない人で、あんだけ小学校出るぐらいやってねえからすごい量やもんね、うん、もう未来小笠でしたから誰やねまさか吉野の理事会長がね、はい、チェーンソーだとちょっと喋ってるんだけど、あれ、会長違うし誰やろって言ったけど、でも多分チェーンソーちゃうからなんなん遠巻きにね、うん、通るたんびにその物ができ変わる、家内が皮めくってはったでとかね、うん、で最後にあの鹿の形になってくるでしょ、うん、最後の最後にその、あの山へ入れはる時に、うん、
軽トラかなんかで行かれたんですか？軽バンです。はい、で、なんで、ね、はい、あの世間から見えるように行かれたんですね。そうそう、あれまさに走る宣伝。もう松井筋の女の人、乗っていったんですよ。あれどこ行ったんやから、ここら昨日ね、朝の写真、これこれって言ったら、あ、こんなとこには行かれへんやんか、見えたんや。あの今本当に館長言われたように今日もあの会長のところにあの運行協会のあのそこの下専門駐車場のところのお部屋のねちょっとお借りしてたんで挨拶行ったりしたらあのまあ奥さんの方出てきてもうみんながあの鹿がどこに行ったかちょっと気になってしかないあれはどこに行ったんだちょっとした名物がね。いやそれでこれをまた木村さんに言うのは初めてですけど、いくつか僕知ってる旅館の方とか飲食の方があれ終わったらうちの前に置いてくれるとかっていう人がいましたあの作品なんでちょっと次に入ってまたあといろんな話できればなと思いますが、お隣、上野千蔵さんです。上野さんも僕は初めましてで、今回あのアーティストをどういう方にしようかっていう時に斉藤さんの方から、上野さんとかどうだろうっていうふうに提案出してもらって、であの本当に彼のあのコロナの期間中に撮っている、インスタグラムに上がっている映像だったりとかを、まあ、見ながら、あ、この人すごい良さそうですねと、まあ、声掛けしましょうということで、声をかけさせてもらって、上野さんにも本当に僕は本当に初めましての、ね、中でのコミュニケーションだったんですけど、あのいろいろと今回のプランのことを、まあ、聞いてもらった中で、まあ、自身も一番最初の多分 Zoom ですごく2人で話した時になんか、あ、この人となんか面白いことできそうだなという感覚で、まあ、まさに言った身近なところの解像度がどう上がってきたかというようなところとかで、特にこのまあ水っていうところに自分は着目してますということから、まさに今この森だったり自然が生成する上で我々の体自体もやっぱ 70% 以上が水であるんであれば、まあ、不可欠なことをどう切り取ってくれるのかということを、ぜひ上野さんに参画いただきたいなと思ってお声をかけさせていただいた次第です。はい、あ、上野千蔵と言います。僕こういう普段映像で広告とかあの映画とか撮ってるんですけど、いわゆるこういう芸術祭みたいな初めての経験で、斉藤さんから最初メール来て、うわもうめっちゃやりたいみたいなで、まあ、ちょうどその見てくれてたインスタグラムとかっていうのがやっぱコロナがあって、でまあもっともっとね夏休みとかも普段休んだりするんですけど、そういう時もやっぱり休んだらどっか旅行行っちゃうとかするじゃないですか。でもそれは2ヶ月も休んでるのに全く仕事なかったんで、のにただひたすら家族と家にいるみたいな、で、まあ、もちろんねその辛い方とかね中で方もいるのであれですけど、僕は正直本当に貴重な時間で、その2ヶ月間がもちろん家族とのこともあるし、でなんかまあ棚作ったりとか植物のことやったりとか、でホームセンター行ったら初めてだったんですけど、近所のホームセンターがもう車がめっちゃ渋滞してたんですよ。でやっぱみんななんかやっぱなんか作りたくなんだなみたいな、で例えば梅酒作るあれとか買おうとしてももうそれ売り切れましたみたいな、みんな梅つけたくなんだな、なんかやっぱりね時間あるとそういうの作りたくなるというか、逆に言うとそういうもの作ってたり写真撮ったりとかするっていうことにすごく助けられたんですよね。なんかそれがなかったら、まあ、やっぱ中にはやっぱすごく趣味がない方もいて、知り合いどうしたんですかって言ったら、いやもうほんとひたすら家にいて気が狂いそうだったみたいな人もやっぱいたんですけど、でもやっぱ比較的みんなすごい楽しんでたんじゃないかなっていう人も多かったんですよね、周りには。でまあそんな中で、まあ散歩ぐらいはよく行ってたんですけど、で近所の散歩を行って、でもうただただ徒歩圏内の写真、僕結構有機物が好きで、で植物とかと、まあ、人工物混ざってるのを撮ったりしたんですけど、そしたらもう一日中毎日自分の街なのにいくらでも撮れるんですよ。ですっごい可愛い、さっきね館長もおっしゃってた桜の話だったり、こんな可愛い花あったんだとかっていうのにすっごい毎日出会えて、いやもう結構これだけでずっと楽しいみたいな。でそんな中で近くに多摩川って川があるんですけど、子供とかねやっぱりちょっと外連れたサントナーで、公園とかもあんまり人多いしとかで、で川人いないしいいねっつってで行ってたら、まあぼーっとしてるんで、だったら水めっちゃ綺麗だなみたいな、なんかこんな撮り方したらこんな面白い、まあ、スローモーションで撮ってるんですけど、だからこんな見え方になるんだとかで、やっていくとだん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 やっぱりちゃんと、あ、気づくんですよね。あ、ここ面白いなとか、で同じ川のちょっとこういうところとか、ちょっと場所変えるだけで全然表情が違ったり、まあ、いろんな現象があったんですけどっていうのを、まあ、斉藤さん見ていただいて多分声かけていただいたんだと思うんですけど、でいやなんかそのやっぱ普段ね
いつもあるはずのもんなのに、やっぱりこうやってそれこそ何回も話出てたと思うんですけど、解像度上げてってことなのか、うん、っていうようなことをねやっていけ、うん、なんかそういうことを大事だなというか、うん、まあ、まあどう大事か分かんないですけど、でも本当にこの美しさに気づけるっていうことで、なんかそういうことで満足できるってことっていうか、ただただ川で座ってるだけでも楽しいみたいな、やっぱそれってすごい豊かなことだなっていうふうに、うんうん、でまあそのこちらに来て最初下着いた時に、そのいやもうこの辺の水がものすごく綺麗で、うん、天川村とかちょっと僕は今のところ世界で一番綺麗な水が流れてるところだと思ってるんですけど、いやもうそれでまたね、その多摩川でめっちゃ満足したけど、あなんかちょっと貧しかったかもみたいな上には上がいるみたいな。でもなんか最近そのまた自分の中でも気づきがどんどんあるんですけど、一つなんか気づいたことで、天川村の水めちゃくちゃ透明じゃないですか。でもその透明であるがゆえにものすごいカラフルになるんですよ。そのものすごく抜けの緑を反射してとか、明るい石を反射したらすっごいギラギラになるとか、あとあの単純に太陽がこういくと虹みたいな、シャボン玉みたいなこうプリズムみたいになったりとか、ものすごい綺麗で、なかなかやっぱそういうことにも気づかせてもらったりして、なんか本当いい経験でした。で、あ、すみません。で、作品のことで言うと、その今回三隈神社さんに展示させていただいてるんですけど、最初はね、天川はやっぱ綺麗だし水だしいいかなと思ってたんですけど、お話聞いてたらもうあの奥山とに東西南北に川が流れてて、そこの分水嶺のところに建てられた神社だというのを、水にまつわる水の神様の神社で、で、あなんか場所もすっごい素敵じゃないですか、そこ、まあ、ここしかないなと思って、まあ、気持ちとしてはそのあの奥山とにそこから流れていった水を、集めてきてというのか分かんないですけど、綺麗な水をそこにお戻しして奉納して、ちょっと神様に見せて、あの見ていただこうみたいなような気持ちでやらせてもらいました。はい、いや僕、まあ、あの千蔵さんとはもう何年ですかね、千蔵さんが独立した時だからもう10年ぐらいですかね、新さん時とかそのぐらい、そうですよね、まあ、CM も撮ってた時期とかにも、もうほとんど千蔵さんと組まれてたんですけど、うん、でコロナの時ってやっぱりこう、まあ、僕もそうでしたけど、なんかこう今までものすごい忙しいことになってた人って、ふっと時間が空くと一番最初どうしていいかわからない、うん、で僕もまあいろんなところを話してるんですけど、一番最初にやっぱ反応できるっていうのは、これは別にアーティストに限定するわけじゃないですけど、やっぱりアーティスト脳というか、うん、無から有をこう生み出せる人たちが時代にこう反応するんですよね。でもやっぱりこうデザインとかやって、その世の中の問題を解決する仕事を充実している人たちは、その次のフェーズにやっぱり仕事がこう、まあ、何かを やれるもしくはやろうと思うことが多くて、でなんか今回、まあ、僕もそうですけど、創作活動、まあ、これが別に公開してる してないどっちでもいいと思うんですけど、で千蔵さんはすごい早い段階からっていうのはもうちょっと言い方あれかもしれないですけど、なんかこう自分でできることをやってる感がもう僕も勇気づけられたし、逆にお前も頑張れって言われてるような気がしたし、でまあずっと見てたんですよ。で水のあのもちろん映像もあったし、で映画撮ってるっていうのも噂で聞いてたし、であとはまあそれ以外にもう無人の例えばもうあの道の写真とか、雷が落ちてるあそこの風景の写真とかいろんなの撮ってて、日常がちょっと変わり始めた、違う角度から撮られてる。で今回、まあ、文脈的には違うんだけど、僕としてはその文脈をそのアーティスト文脈とか現代美術界隈とかっていうのはあんま関係ないので、なのでまあ上野千蔵さんを僕は文脈してます。でも本当にね、あのキュレーターとして、まあ、特にこういう短い期間の中で特に新作をお願いするってことになると、やっぱり託せるのはもうその人たちに、なぜあなたをここにお招きしたのかって、まあ言ってみればこうラブレターを書く気持ちでやっぱりアーティストには声をかけようと思っているんですけど、まあそれがこうタイミングも含めて、まあやるよって言ってくださった方に、まあできる限りまあこう環境を準備しながらでやっていくっていう中で、まあいろいろともこの4社4用のやり方で進めていったんですけど、まあ、またちょっと最初に話を戻すと、もうさきさんが今回このプロジェクトが一番あの長いんですよね。
で、プランがね、まあ、ちょっとさっき言ったワイルドライフというような形でプロポーザルが来て、こんなことやりたいですと。で、ああ、でもこのコロナの中でもがっつりやるんだなと思って行って、はじめ本当やっぱ、なんかどう見てもこのプランの実現にはすごい労力がかかる。よくやるなっていうふうに思いながら行って、新幹線で岸田に、こんなプランしか思いつかなかったんですっていうふうに言って、まあ、どうなるかなっても思いながら、まあ、本当に小さいところから、もう本当に、始めたこう上から落としたボールがどん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 大きくなって加速度的に増えていくっていう、なんかそんなプロジェクトのイメージだったなと思うんですけど、さきさんちょっとその制作にいろんな人に関わってくださったと思うんですけど、そのあたりも含めてちょっと作品のことをお話しいただいていいですか。はい、そうですね、それしか思い浮かばなかったらとりあえずもう時間さえあればどうにかなると思って一番早く入らせてもらいました。で、本当になんかこっちに来てから初めてやっぱご挨拶をして、こういうの作りたいんですけどお願いできますかって、もお願いできないって言われたら困るんでお願いしますっていうふうに言って、もうそこでどんどんもう、あ、いいよって、この2日間しかないからここで作っちゃうとか、なんかそういう感じでどんどん進んでいって、本当に結局多くの人を巻き込んだんですけど、なんか本当に正直楽しくって、今回すごく、でそれはアルバイトさんだったりとか、その展示場所の山の所有者の方だったりとか、あとはコラボレーションさせていただいたクズのそこ中井春風堂さんですね、クズ屋さんだったりとか、その昨日ちょっと着てたスーツは、下市の方にある花商店さんが、そういう年輪ごとに木を剥いだ素材使ってアクセサリー作っていらっしゃる方なんですけど、に、ご協力いただいて、みんななんか面白くていい人なんですよ、すんごい面白くてほんわかして、あ、奈良の方って関西の中でもやっぱりそういうほんわかしてる部分があるのかなって思って、で、あと正直なんですよね、皆さん裏表がないというか、だから本当にアルバイトさんにも本当もう毎日来ていただくことになるので、きつかったら言ってくださいねって言ったら、ああもちろん言いますよ、きつかったら来ないですでもなんか結局そういうことも言わずに来てくれたし、だから向こうが正直だからこっちもなんかどんどん正直に言って、なんかすごい頼っちゃった部分もあるんですけど、なんかもう本当あの現場にいて、もう自分もなんかもう本当に今回時間がなくて時間がなくて やばいやばくなってきて、どんどんちょっと頭の中も混乱してきたんですよ。そういう時にやっぱり客観性も失われてくるから、そこら辺にあるアルバイトさんにこれはどうした方がいいかなとか、どういう見え方がいいかなとか、本当どんどん相談して、本当皆さんで作り上げたい感じですね、はい、いやすごい、もう一番早かったもん、なんかもう丸役場のね、圭介とかも、そうだし、宮本さんに電話かかってるし、カムカムの親父も、いつ見に来んのみたいな、だいぶ来てるで、だいぶなってきてんで、とか、で、まあ、決まんのやつも、でもちろん連絡が、なんか入り口ではなんかやってやるみたいな感じやし、みたいな、おお、そう、やることあったんな、みたいな、でももう、今日もちょっと行かせてもらってね、今日またずっと歩いてたんですけどね。さっきも言いましたけど、もう松田谷さん、俺先輩やから、いや、こんなんめっちゃやりたいみたいな、ずっと言いながら歩いて、めっちゃ楽しそうで、みんなの作品見ながら、面白い言うて、うん、やっぱそれは、もうこれやっぱりね、なんか松田さんで言うたら、こんな時にもっと自分、年いってしもたかなって言ってあったけど、若い時にこんなんやったら、絶対おもろやろな、これ絶対すごい経験になるし、これみんな、まあ、町の人も、そうやけどもやっぱりアーティストは一番おもろかったんちゃうみたいなこと言ってましたよ、うん、俺もそう思いましたわ、うん、今日行ってもあの動画見て完成度高いもんいつの間に作ったかな思ったもんワイルドライフもうあれすごいわ、ね、もうあれすごい、あれ全部作品あんねんけど昨日行かしてもらってみんなで行ったんですけど、そしたらさきさん昨日まではこうちゃんと来てあそこで生活してたんですよで、なんか僕そこまでコンセプト知らなかったんですけど、あそこで普通に生活して、あ、こんにちは、力石咲ですって感じなんですけどだから、まあ、僕がいたらそこにね、多分マインドトレス知らないで来た多分登山客のおじさんが通って、うん、で最初こう僕がちょっと隠れてたんですけど、うん、で歩いてきたらおじさんが
って言ってまあですよね、まあですよねみたいな、ゆっくりだん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 近づいてきてくれたんですけど、でもう一人別のおじさんがこう触っていったら、なんかもうあんまり見ないようにしてくれたんですけどただまた途中戻ってきた時に、ちょうど僕ら木村さんの鹿を見に行く時、あの道沿いをこう歩いてたんですよ。で僕らさっきついてて、さっきさん遅いからこう行ったんですけど、さおじさんが50メートルぐらい前に立ち止まって、そこから動けなくなっちゃったすげえやばいやつがいるみたいなあの舞台であれ出たらびっくりするね。あれは相当面白かったっすね。昨日ね、ごまの時、うん、もう私に、あの、いや、籠来た人座ってはります。すごい面白かった。そのジャズディスタンスなんやってね。そうなんやとこう納得しました。あの服がね、いや、今朝も僕行った時に、もうまさかいないよって、9時、まあ、10時頃ですかね、うん、そしたらまた行って見たんだ生活してますからね。行きたかった。本当になんか生活してんだなと。ほんで俺行った時なんか宮本さん勝手に何か作ってましたからね宮本さんっていうのが、まあ、福野さんも昔から多分ご存じで、あそこの山の、まあ、持ち主であって、本当にいろいろご協力しても、一番最初にロケ班で、まあ、館長のとこご挨拶来て、はい、でその後上上がるじゃないですか、下も三雲さんのあの辺りにお住まいなんですけど、もういきなり福野さんはいつもの調子出まして、宮本いるかってそしたらこう窓が開いて、そっから出てきて、で、あ、もう森を使いたいね、みたいな話したら、まだあの時アーティスト 100% まで決まってなかったんですよね。僕が最初の視察でした、あれが。そうですね、はい、僕その時いなかったんですよね、ちょっと遅れて入ったんで。はい、もう全部地元話ね、してやみたいな感じで。そう、だから、まあ、僕なんか、一つはやっぱりこう、まあ、福野さんもいらっしゃるし、まあ、館長もいろいろご理解いただいて、で、まあ、一つ一つだけをこう、なんていうんですかね、こう分かっていただくというか、あの、うん、でアーティストの人たちもそれぞれ話すし、まあ、僕もできる限りところを話すしっていうので、少しずつめくって理解していただくっていうのがあって、まあ、福野さんもだいぶめくれている状態からスタートするので、それがなかったら逆に本当にまあいろんなところを話して。3ヶ月じゃ到底無理ですよね、うん、あ、そこはすごい、まあ、力石さんが先に2週間以上前に入っていただいてっていうのは、僕なんかすごく大きかったですよね。今回すごい面白いなと思ったのは、その彼女の作品が完成する前日かなんかに行って、まあ、話した時に、まあ、彼女の今回のコンセプトはその編むっていうことを自分の原点に戻って、そこで生活していく、生きるってことをまあ作っていくと。でそこにまあテクノロジーのね、現在のシステムをやっていくと。ただ実際にこれをプロジェクトをスタートすると、今彼女が言ったように本当に多くの人の力がなければ成立しなかったと。で僕すごい好きな言葉に、その自立っていうのは依存先を増やすことだと、で希望っていうのは絶望を分かち合うことだって言葉がすごく好きで、でまさになんかそれだなと。自分が山の中でワイルドに生きていこうっていうふうに考えたら、やっぱり多くの人の協力が必要だということを、やっぱ改めてなんか彼女のプロジェクトはなんか示唆しているんじゃないのかなと思って。やっぱりだから本当にどう、まさにそう、どう編み込んでいくかっていうことは、社会っていうことはやっぱり個人ではいけないっていうことをなんかすごくなんかね示唆してて、僕はその側面も見えた瞬間に、やっぱりなんか今回の彼女のプロジェクトはすごくやっぱりこの一つの大きな、うん、コロナっていう状況に対しての姿勢としてに必要な作品なんだなっていうのをすごい確認しましたね、うんうん、でもあれじゃないですか、中崎さんもあそこもう1週間以上制作されてて、あそこも結構止まるんじゃないですか。あの場所がですね、多分、まあ、来ていただくのが、まあ、もったいぶってるようで、あんまりこう、うん、作品の写真を上げないですからできるだけやっぱり吉野のこの土地に来て写真では感じてもらいたいところがあるんですけど、あの中崎さんの作品は比較的前半に、それこそあの金プさんのちょっと下にあの位置する場所にあるんですけど、結構は話しかけられたりとか、なんかいろいろ。そうですね、あのでもちょっと階段を道から降りるので、なんか上から覗かれて何してるんですかみたいな話はすごい多かったんですけど、なんかこう下まで降りてきて来る方は実はなんかまあちょっと知ってる方とか、まあその関係者の、まあ自治会長さんとかが来たりとか、なんかあのあと大家さんの、まあ加藤さん、歌富士さんって書く加藤さんのだったり、そのお父さんだったりとか、なんか割と仲間で入ってきて話すのがちょっと結界があった感じはしました、うん、でもやっぱみんな上から、うん、いやそうそうそう、すごい見てる感じは見て、あ
あの作っています、ね。で僕昨日話を聞いたのがこれ福野さんが昨日だ中垣さんのやつが要はまあそのアーティスト的にも作ってるんだけどもう完成形とか、うん、ここで止めようみたいになるじゃないですか、うん、でそれで、うん、見え要は心の中の美術館見えすぎた人が工事現場を見てこれも作品だったりするんだったんですけど、うん、で僕それってすごい面白いことだと思ってて、うん、だから今まで工事現場としか見てなかったのに、うん、それが実は作品にも見えてしまうところ、うん、これって中崎さんの作品じゃなくて普通に、うん、あの駅の近くでやってた、うん工事現場を作品だと思ってしまいます、うん、で、なんかね、その、なんていうのかな、こう、普段の既成概念を疑うというか、うん、だから、もう一回自分の中で何かを作るっていう行為が、うん、僕、なんか、中崎さんの作品を上から見てた人たちの話、いろいろ聞いて、すごく思いましたね。うん、なんか概念が変わって、で、実際中入ると、ああ、こうなってたんだ、僕の、その、あのとある人が言ってたの。想像してたのと違ったとか、想像してた通りだったとか、あ、こうやって色出してるんだとか、っていうのは、すごくみんななんかこう、面白い刺激を受けてたなという感じがしましたね。なんか、まあちょっとものは、きっちりしたものは作りたいなとは思ったんですけど、基本的にはやっぱり、こう歩いていく人たちが、自分たちがこう、能動的に発見するための、うん、まあそのメガネっていうか、まあその道具のよう、うん、視点の道具みたいなのを、どうインストールお客さんにできるかみたいなのはすごいテーマにしていて、でもそれってまあいろいろ昔からっていうか美術でもまあ路上観察学会とか赤瀬川源平さんとかがやってたトマソンだったりとか、なんかこうこういう見方をしたら面白いみたいなのが逆に僕らもやっぱりインストールされてて、まあ例えばよく言うのは草ワイパーっていうこう有名なシリーズがあって、こう風に吹かれてこう壁の草がこうわーってこう跡がついてるやつをもうワイパーだって言って名前を加瀬川さんたちがつけてるんですけど、それを知ってるからまあ街中で僕も普通に運転してあ草ワイパーあ草ワイパーみたいな感じでこう見てる面白さみたいなのってあるんですけど、なんかそういう関係性ってやっぱすごくいいな、そのものでもあるんだけどなんかそこを一旦入ってくるとそれ以外の世界がこうファーって変わってちょっと見えてくるっていうのは面白いかな、うん、いやあのなんか将棋みたいなの置いててね、うん、ゴミ置いてるじゃないですかあれ見たらなんか近所の声もそういう目で見てまうんですよ、なんかそう思ったら別にね、まあ、綺麗じゃないですか、なんか面白いな思うんですよ、この友達が来てつまずいてつまずいて、まあ、それ作品じゃないかよちゃんと突っ込んでやってください、ね、作品なら何どこ見てんの、離れて見ろよそうやってみんな、もうみんなさっきさらされたみたいに、ほんでもうあいつらがもう何でもそうやって見出すから、うん、そこ作品ないからみたいな、おもろなってくるんですよ、うん、もうあれがはまっていくんですよ、絶対みんな。いやでも本当にあの、うん、結構、まあ、吉野だけじゃなくて、最初、ソニー村を歩いてる時とかは、本当にメインで、もし作るとしたら、あのメインにしようかなって思ってたのは、まあ、本当に柵のやつで、結構地元の人たちのいろんなホームセンターで買った道具を組み合わせた、なんかこうそれぞれの家の創意工夫でできてるこう造形物みたい なんか動物よけの柵とか用水路用のなんか謎の仕組みみたいなのが結構面白い風景がいっぱいあって、で吉野もやっぱりまあその、ね、鹿の被害とかイノシシとかの被害も多分多いんだろうなっていうのが多分分かるぐらい工作がいろいろあるんですけど、いろんな道具を皆さん使ってるのが結構ランドスケープという風景としてすごい面白くて、なんかまあそれって僕も吉野を歩いてみてっていうのもあるんですけど、多分これまでいろんな土地で制作をしていく中で、例えば鹿の被害って去年あの宮城県の石巻市の鹿半島っていうところでずっと滞在してたんですけど、そことか本当に鹿がすごい多くて、まあ町でもめちゃくちゃその問題になってる中でいろんな議論がされてる場所だったりとか、まあ、瀬戸内の島で、まあ、イノシシの被害がやっぱりすごく大変で、まあ、お世話になってた人たちもまあ畑をどう守るかでもすごいこう戦ってるみたいな、なんかそうで漁師の免許取ったとか、なんかそれをなんかこうどう裁くかみたいな話とかを、まあ、流通させるかみたいな話とかを、うん、まあ、やっぱすごい議論されてる、まあ、なんかいろんな場所でのいろんなリサーチとか経緯みたいなのを多分まあこっちでもなんか照らし合わせながら結構いろんなところを見ていて、
なんかそういう意味ではこう逆にまあ外で感じてたことをまたここにも運んできたりとか、うん、まあ、それがこう両方詰まってる感じっていうのはすごい面白かったですね、うん、なんか作ってて。僕が今回上からやっぱり見ると、うん、あの作品はすごいあの富士塚のように見えるんですよ。で、まあ、富士山にね登れない人でも、うん、まあ、富士山のね、ご利益がありますようにってことで各地あるじゃないですか、うん、であのちょっと行ったらもう1合目2合目3合目みたいな、うん、で一番下に着くと中崎さんのキャプションがあって最初休んでなんとかで、うん、見る風景が本当に彼が見てきた風景があそこにこうね集約されて、で階段っていう、まあ、ある種こう一番ね、うん、きついと山を峠を登って上に見える風景を見て降りてくる、で最後にまあ彼がどこか遠くにあるかもしれないって言っていた、まあそのね、あの船の風景とかって話がなんかすごい富士塚に見えて、なんか本当にこの信仰と体はなんかあそこねこう色と相まってね、なんか独特なね、うん、趣を持つ素晴らしい作品だなと思って、うんうんうん、館長も多分いろいろ見て回ったと思って、さっきのその見えないものが見えてくるというか、はい、だからその心の中に美術館作るみたいなのを今回コンセプトでやったんですけど、なんか少し多分昨日もお話お聞きしてすごい近いものはあるのかなというか、教えから、ああ難しいですね、あのね、全然全然違うのか、あの、はい、あれ最初の話でね、猿島、猿島、猿島、はい、その暗闇のね、あのすごく興味がありましたね、あの今闇ってないんですよ ね、うんうん、ね生活の中に、うん、都会にはまさにないし、でもたまにある闇って怖いんですよね、危ない、危険なんで、うん、でもそうと違って闇というのはそう違って包み込んでくれて、あのこの特に吉野とかその猿島とかも怖いけれども温かみがあったりするんだけども、うん、今現在生活の中にあるもしかしてたまにある闇の中にはめちゃくちゃ危ない闇があって、それを人間は分からないけれども、この吉野の包まれる闇の中でね、まあ、仏教で言うと灯火なんですけども、仏様が灯火、いわゆるその道足の火やとしましょう、それが灯っておると暖かくて、それがあの自分 の、 あの目的にもなるし、光で包み込まれるし助けにもなるという感じなんです。ところが真っ暗闇の中である、じゃあ東海の闇の中である明かりっていうのはそれに近寄ってったら危ないんですよね、餌みたいなものですね、罠に持ってしまう、そういうイメージが今あって、だからあのそういう意味では今回ね、その見えないものが見えるというか、この明るい中でも山を歩いてて気づかないものがいっぱいあるんですけど、まさにあの時計のやつとかね、話しながら撮ったら通り過ぎてしまう、うん、でもあのあって思うでほって気づくんですよね、で、あの鹿の川もね、川かわいいか、あの看板あるじゃないですか、はいはい、あのあれも通り過ぎながらあれってみたいなあるんですよ、すごいやんこれみたいな、要するにあの歩いていく中の灯火、うん、山の中でふと見つけれる何かやったのかなというのが、うん、そこそこであって、だんだん風景変わってくるし、あの街中歩いとって、この間は車やったんですけど、パッと降りさせていただいて、韓国協会のね東さんと一緒に伺った時も、うわこんなとこにこんなんあるって一番、ごめんなさい、一番面白かったのはあそこに椅子があそこで寝て、僕空見るの好きやから、あーやっぱりこれええよなあの単に喜んだと、それがね、その、うん、見えないものが見えるというか、その時々に自分に、例えば急いだったら絶対見えないですし、うん、はい、あの行にクワッてなっとる時って歩いてると、そんなものはなかなか見えないんですけども、あの闇の中で見える灯火にホッとするのと一緒で、この山の中でそれぞれの皆さんのことが見えた、うん、あのそういうことに近いなというふうに思いますね、うん、であれとってね、鹿ね、あの鹿 あって、あ鹿こっち向いとる言うて言うて、その向こうに鹿おったんですよ、まあまあ向こうにもあるわけ、あれほんまもほんなら10匹ぐらいかかかかかかかいたんすね、いいね、いや館長あれやんか、あの三雲神社さんの、あ俺あれ三雲神社の意味改めて考えるとすごい気づきいうか、うん、でなんか捕まってたけど、うん、すごい面白いよねあれ、あのね、皆さんも
行って誰もいらっしゃらなくって家内と見て拝んで話しを上げて振り向いたらそこにあの作品があってあの神楽殿のとこね真ん中に、うん、あ正面やここやすごいなって動いてるんですよこれ何やろって思ったら水じゃないですか、うん、でずっと言ってこれネタバラシになるんでいいんですかね、うん、大丈夫ですか、ね、行って見とるともう見入ってしまってこうずーっと水がね上がっていくし、うんすごいな、こう三雲さんにこの水やからこれ三雲さんの神さんやなって思いながら相反しとったんで、うん、ああ それだけでその空間ができてるんで、うん、神さんと作品との空間ができてそれで勝手に感動してこう鳥肌が立っとく、うん、そういう声宮司さんがお越しになってあの宮司さんねあのよく存じ上げてるんですけどもそんなにお話になる方じゃないと思っとったんですよ、うん、寡黙な方やと思うそれがね早行きたいんやけども喋りかけて15分もう感動も第一声いや五条さんねあの芸術家っていう人の感性はものすごいですね始まってこの場所やないとあかんのですって始まってねそれからもう延々こうで始まって神さんと神さんの話と含めてここに神さん三雲さんがやいう話、うんもうね、私は鳥肌が立ったんですっておっしゃるんです、うん、で私も今鳥肌が立ったって言おうとするんだけど口が本当そうでした ね, ねと僕もあの後あの、ね、お会いその時ちょうどお会いしてすごい説明していただいてご紹介いただいてまたその最後のね水がガッと上がっていってあの水のどこへ行くんやあんま言うとあかんでしょうけど、うん、また聞いてまた鳥肌が立っとったんですけどね、うん、いやあの時はね本当にあこれすごいなもう一箇所目で15分、うん、この後多分行くところどころにあのいらっしゃったらどのぐらい時間かかるか進まないです全然進まないです皆さんいらっしゃらなかったんであの見て写真撮ってああやなあこうやなと言いながら久しぶりに夫婦の会話をしながらずっとこう行かせていただいてそう僕もなんであの後あの久慈さんにありがとうございましたみたいな感じでじゃあ出ますねみたいに言ったらあちょっとよろしいですかみたいな感じで本当すっごい話していただいてだからもうあのもう一度だけそのコンセプトを教えてほしいとで僕はもうあんまり大きくは言わずまあね奥山で流れてた水をここにお戻しするような奉納するような気持ちでやりましたでもそこから本当もう僕も話したかったこといっぱいあったんですけど、うんうん、本当にあそれでいいと思いますっていう言葉すらないあの入れられないぐらいいや僕はねこれは、水っていうのは自然のものでありその自然っていうのものが神様なんだと思いますとそれがここの正面の本殿のね神様の前に置かせてもらってそれがこう途中でこう暗い時とかにその本殿がガラス鏡のようにこう映るとでこれをそのままこうねお尻を向けてしまいますけれども椅子も置いていいですよって言っていただいてでもだから僕はもうこれはこれが神様だっていうことなんだと思うんですがそれでどうでしょうかみたいなあいいと思いますって言いたいんですけどそのいいと思いますそれでも入れさせてくださいもうでもそうやってでもまあもちろんお水みたいなもんなんでねそのそんなに大きなメッセージをこう簡単にと込めれるようなもんじゃないじゃないですかで今回はあの話しちゃって大丈夫ですかあの今までのやつって斉藤さんとかね秋代さんインスタで見たやつで結構水墨画的に白黒にしてやってたんですけどもう視察で天下を行った時にあもう絶対カラーだと思ってというかもうほとんど色いじるってないんですよあの、まあ、明るさとかはやってますけど色は絶対こう変えないようにしててで普段映画とか映像やってる時って絶対こうちょっとそのフィルターを入れてあげるというか少しノーマルじゃ面白くないからっていう感じなんですけどもう水はもう多分それでも見てる人がこれ CG なんじゃないかなっていうぐらいのことになってて、まあ、もちろんスローモーションっていうフィルターは入ってるんですけどでもそれって本当に実は水がそういうもんなんだよっていう人間の目には早すぎてちょっとバーってなってるけどっていう、うん、っていうのをなんかまあみたいなもんなんでまあ、ご自由に捉えていただいて OK ですっていうもちろんそういう気持ちなんですけど、うん、それをなんかあそこまで宮司さんがこう解釈していただいてたのは僕は完全に想像を超えててでしかもそうあのもともとはその拝殿のところに神楽殿でしたっけのセンターに置こうとしたんですけどその宮司さんがその見ていただきながら、いやここが本殿の正面だからこっちの方がいいんじゃないかっていただいて。であもうその話聞いたらもうここしかないみたいなもう軸通ったみたいな、うん、なんかそこでドーンとっていうのはでもなんか僕はそこまで想像できてなかったんですけどまあ本当宮司さんのおかげでまたより一層いいものにしていただけました、うん、
ちょっとせっかく今軸っていうキーワードが出たのでもちろん、もちろんそろそろ来るだろうそれこそあの、キムチェンさんの、 あの、資本桜って本の前のところにあの設置させていただいて軸っていう作品があってで、今回6回目 の、 あの軸でまあいろいろ大分の日田市であるとか、それこそ天の橋立てで成合さんと千代さんの軸をまあ、おとぎ同士の話からっていうのをやったり、まあ、いろんなところで六本木でそれこそ江戸城とあの、富士山の軸をつないだりとかっていろいろやってたんですけど、で今回あの吉野でやらせていただくときにぜひあの大峰山の方向を、まあ、先ほどあの冒頭に館長からお話いただいた通り、させたいなと思って、まあ、今回インストールさせていただいて17時から22時までからせていただいてるんですけど、あれはまあ今もうどうしてもこうまあ都市開発であったりそのいろいろと街が変わっていく中で、でもあの地名として残っているところが結構あってですね、例えば表参道とかあのそこはとあそこは参道であることはあんま気づいている人がいないぐらいだと思うんですけど、そういうところに軸を通すっていうのをプロジェクトやっていて、で昨日あのそろそろ館長からお話を聞いているときにオープニングセレモニー国軸って話があったじゃないですか。ちょっとそのお話を少しお聞かせ、もしかしたら時間があるかもしれないですけど、はい、いただいてもいいですか。ありがとうございます。あのお寺っていうのは日本のお寺というのは、まあ、あの大体都会にあっても山にあるという体をしてますんで、なんとか山なんとか寺という三号というのを持つんですよね、うん、金龍山浅草寺浅草さんのね、うん、あの町の中にあるのが山一緒で、ここも国軸山金峰山寺という山号が昔からあります。国の軸の山、これ国の軸の実はあの政府が、政府とか、まあ、朝廷が決めたものでも何でもなしに、まあ、あの自然発生的に出るんでしょうけれども、あの国の軸というのはいわゆるあの宇宙の中心、趣味線信仰というのが距離ありまして、うん、趣味線がここやという捉え方もあるんですが、まあ、まさに真ん中とするならば、私はその実はここを開いた縁の行者という方 の、 あの行動でもって中元堂はその教えを基づいておりますので、そうすると縁の行者は日本中を回りはるんですね。そして神さんとかあのお滝を拝んだり川を拝んだり山を拝んだり、お見上がったら御幣を納めたりで、お寺、まあ、その当時お寺なんでしょうけども、そういうふうにして日本中に祈りを込めていくんですよね。祈りを込めて、そしてここの吉野というところで先ほど言った蔵王権現、いわゆる祈りの芯になるものを祈り出して、ここで祈り出して、あの日本を守るためのまあ神として お迎えになるんですけど、そこを国軸山ということは、まあ、祈りの中心やな、軸やな、だからあのここは今祈りの中心で祈りましょうというのを、あのコロナでもう一度原点に戻って、私らはやっぱり修行と祈りなんで祈りに戻りましょうということを今しているんで、共祈りということをしているんですが、場所が違うても同じ時に、場所が日本中どこでも場所が違うても同じ時に祈ったならばいいな、その 中心はここやで、あるいは場所が違うても時が違うても普段から同じ思いで祈ったら、ここが軸になったらいいやないか、何を思って同じ思いをするかといったら、皆さんみんなようなれ、万人が安楽であれ、その万人には私も家族も知らん人も友達も全員入っとるんで、みんながようならんことにはあかんやないかという話、自分だけになってもダメ、それを祈るのが、まあ、今やっていることなんですが、それの軸がここやとするならば、国軸さんという軸のもとに、蔵王権現のもとで祈らせていただくのが私らの、まあ、原点に帰ったところやな、うん、それが広がっていったら、あの大勢の知らない人まで祈るならば、みんなようなれと祈れるならば、もしかしたらもうちょっと住みよい世の中に来るんやろなっていうのが、うん、まあその始まりの、その真ん中の軸、その軸を軸に住まわせて持てる私らが、まあブレんとこやと、軸がブレたら物がブレるんで、で私とかやなしにこ の、 あの日本人の培ってきた、まあ、祈るという営み、これをブレんようにやっていったら、あの皆さんは皆さんでそれぞれブレずに自分のできることをやれることをちょっと頑張ってやっていっていただいたら、すぐにみんなが良くなっていくんちゃうかなと。
その軸、うん、そこに軸をこう通していただいて、ましてね、あの山伏っていうのはね、そのイスラムじゃないですけど、そのやっぱりね、富士山なら富士山を常に思っておったりね、私らは大峰さんをずっと思うんですよ。要するにここにおって拝みながら、ここの蔵王権現と三条ヶ岳の蔵王権現と一つですから繋がるんですよね、うん、その思いの光がね、あの斉藤さんの軸なんやっていう、あすごいよな、まして今青い色をしてくれてありますね、あの鳥肌もんですよね、あれもね、うん、ところで、そうですよね。いや、なんかすごいいろんな、この僕いい作品ができた時って、まあ今日皆さんの話もそうですけど、あのすごい僕なんかが予期してない事がたくさん起こるんですね、うん、でこれってまあ運命的に出会ったのか、うん、もしくは恣意的に出会ったのかっていうのは分からないですけど、人との出会いであるとか、もしくはまあ色の出会いであるとか、ちょうど時期との出会いであるとか、うん、さっきの先祖さんとの、あのもう多分生まれさんとの出会いでっていうのが、僕はなんか今回ね、すごい短い期間で、うん、やっぱそういうのが起きないと、こう作ってる方もね、今日皆さんお話しいただいたんですけど、モチベーションもなかなか保ちづらいし、なんかこう無理に自然というかをいじくってる気がしちゃうんですよ、うん、その力学を利用して一緒にこう一緒に作ろうというよりは、だからなんか少なくともあのここにいる皆さんも今回参加したアーティスト、昨日 の, あのオープニングでも話してたんですけど、なんかこうもしかしたらいつも以上にその時間がなかったからこそ、あのだからこそまあパワーがだいぶ入っている、まあ、これってあの我々のパワーもそうだし、携わる方のパワーもそうだし、なんかそれが大きななんかうねりになったような、綺麗にまとめるなって感じですけどあのしています。でちょっと最後にもうお時間になりそうなので、あのまずはあのアーティストの皆さんからちょっとあの一言ずついただけたらなと思って、まあこれ見てる方々が、まあ今後来ていただく方、まあ基本もう来ていただきたいなと思っておりますので、はい、あのそういう目線で、はい、あのじゃあ力井さんからいただいてみてください、はい、私の作品はまず場所が本当に良くて、結構高いところに、位置的に高いところにあるので見晴らしが素晴らしいんですよね。山々が絶景なんですよ。でそこを下っていくとまた美しい杉林があるんですけど、そこにポツンポツンっていうか、結構ポツンじゃないでっかい木じゃん最終的にあの空間を作っておりますので、で、まあそこが私が暮らしているところっていうところで、あの痕跡みたいなところを感じながら、あのゆっくりしていただけたらと思います。ぜひ QR もあの設置しているので、そこまで見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、あの、はい、いいですか、なんか少し関係ないエピソード一つだけですけど、なんかあの蔵王権現さんのお話についてのことを、まあ、ゲストハウスのかみさんとかからちょっと聞きながら、なんかそこにこう権現さんのこうポーズを模したこうお守りみたいな白い抽象的な人形を売ってて、それをまあ買ったんですね。でなんかこうお祈りの手を合わせるときって、僕なんかここぴったりこうやるもんだと思ってたんですけど、まあここにすごい隙間というか、ここの中に包み込むことがやっぱりすごい大事だっていうのを教えていただいて、その権現さんのこう守りをここに挟んで、あの館長たちがあのいろんな宗教の人たちとあの一緒に12時からお祈りをするお話も聞いて、それがすごい良くて、あの僕たちの現場の目の前があの銅の鳥居があるところなんですけど、12時になるとこうカーンカーンって鐘と音楽が鳴るんで、もう現場でなんかこうその守りおいってスタッフのいつもなったらこう行くぞお祈りとかって言って、間に合いますように間に合いますようにこう毎日こうなここ 4,5 日やっててでしたら、それが本物というかこう、うん、昨日オープニングでそれがちゃんとしたのを見て、あのナームザオ大権現っていうのをなんか昨日
ちょうどさらに見れた上に今日、まあ、片付けを駐車場でゲストハウスしてたら、あ、昼の音楽なんだって言ったら、おかみもちょうどいて、でなんかおかみがちゃんと唱えてくれて、で駐車場にいた人がなんかみんななんかゾワゾワゾワって10人ぐらい全員でなんかやるっていう、なんかあ、なんか俺たちここまで来たなみたいな話がなんかこうナチュラルになっていく感じはすごい面白くて、うん、なんかもうたまに僕もこうまたお昼にやろうとか思いながら行ってまして、ぜひ皆さんもあの12時になったら ここにね大事なものをこうでお祈りしてもらえるといいと思います。で、あのうちはあの8時まで電気がついておりますので、あの昼間もいいんですけど、ぜひあのちょっと暗くなってからも覗いていただけたら嬉しいです。で、吉野の町は泊まると今2000円 の、はい、地域でお食事ができる券がなんともらえるので、ぜひ近所に泊まってね、夜もこう飲んだり、いやいや、もうあれのおかげでもううなぎ食べたりとか、近くの美味しいね、あのくずのうどんとかね、もう毎日お世話になってましたんではい、じゃあぜひ皆さん吉野にお願いします。はい、僕の作品はあの力石さんの作品の先にあるんですけど、同じ森にあって、とても気持ちいい森なので、ゆっくりしていってください。終わりです。ありがとうございます。じゃあ、はい、あの僕の作品は三熊、さっきも言いましたけど三熊神社、神社さんっていう、もう創建がわからないぐらい古い、神社で、なんか日本書紀だかには載ってるのは載ってるけど、それよりもっと古いであろうというような、すごく歴史の深い場所で、で僕は今回そういえばこの仕事のものあった時に秋尾さんに言われてたのが、やっぱ奈良ってすごいところでって、あのやっぱり歴史がめちゃくちゃ古くて、飛鳥時代のなんか石というんですかね、石碑みたいなものとかが結構普通にあったりして、つって、ああそうなんですねって言ってたけど、実際行ってみると確かにそういうものを目の前にするととか、まあ、三熊神社さんだったり、もうここの町全体がそうなんですけど、やっぱりその意識として歴史の射程が一気にグーンってこう、ね、だから僕鹿児島の出身なんですけど、昔から京都奈良みたいな聞くと、もう少しこう雅なというか、そういう昔のことなんだなって思ってたんですけど、やっぱ結構全然違うなって今回、特に僕はすごい山奥でずっと撮影してたんですよ。一人でここら辺まで滝つかりながらとか、誰もいないところでやってたりしてたんですけど、そのもう歴史の深さが、なんていうか、もうそこまでちょっともう神話とかにも入っていくじゃないですか、神話っていうか言い方か分かんないですけど、もうそれってつまりなんかもっと自然と一体の時代というのか、お話だというか、でだからやっぱ来て思ったんですけど、やっぱこの山深さすごいじゃないですか、奈良って。僕山がすごい好きで、よく登ったりもするし、長野の方とか行くんですけど、やっぱそことは全然違う、やっぱ厳しさもあったりとかして、やっぱそこに畏怖の念もあったりして、だからやっぱなんか自然とね、こういう山岳の信仰だったりもですし、なんかそこにつながる、また全然なんか紀伊半島というのか、和歌山とかも最近なんかすごい呼ばれてて来てるんですけど、なんかそこがすごく特殊なというのか、深いとこだなと思ったんで、そこのこのね歴史の深い吉野っていうところで、そういうところも感じてもらいながら、まあ僕も水っていうのもね、すごく時間のメタファーにもなるようなもんかなと思ってたりしてて、でちょうど話しなかったらすいませんけど、おかみの話してて、僕有機物好きなんです。なんでか、水ででも水取ってる、水無機物だけど、でも水がすごく有機物に見えたりとか、岩みたいに見えたりする時があって、それがすごくなんかそこのフェチズムがあるんですけど、その話をしたらおかみが、ああそうですねと言って、まあ、成り立ち方は一緒だけど時間の尺度の差なんでしょうねみたいに言って、ああだから岩とかはゆっくりって水とかもっと早いし、植物はもうちょっと中間なんでしょうけど、ただなんかやっぱ成り立ち方、それは人間も含めてきっともしかしたら同じようなね、成り立ち方でできてんじゃないかなとか、まあ思ったりしつつ、なんかそんな感じの時間のこととか感じてもらえたら嬉しいなと。で、最後にこれだけ感じ、あそこの宮司さんが最後にあの水見て、例えばこれ天下村の水なんですよって言った時に、天川の水はこんなに綺麗だったんですねって、なんか傷知らんかったっていうようなこと言ってくれて、なんで本当にそこも綺麗なんで、次始まるんで天川村にもうぜひとも行ってください。よろしくお願いします。じゃあ、はい、今日4名のアーティストに出てきて、ここでお話しいただきましたが、これ以外にもまあね、本当吉野、ソニー、天川といろんなアーティストが、作品を制作しています。やっぱり今このタイミングで作る作家がまあ
見せる、示す、関わりを作るっていうことが、まあ、今日いろんな形でお話があったように、また新しい偶然を生んでいったりとか、まあ、セレンディピティみたいな言葉がね、ここ数年いろいろと聞くようになりましたが、やっぱりその偶発性みたいなことっていうのは、もしかしたらやっぱりこうコロナっていう中で少し失われてきたような気がして、でそれぞれやっぱりこう作り手が、この今の状況に対して向き合ってきたことを発露し、それを訪れた人がまた読み解き、関わってきた人が説明を加えということで、常にまさに今言ったように常に可変していくような、プロジェクトになってるんじゃないのかなと思ってます。なので本当にこれをこのね話を聞いてもらった興味を持ってくださった方はぜひ一回来ていただきたいと思いますし、いろんなところでいろんな本当小話がこの街に散らばってます。あの制作はどうだったとか、あれはこうだったとか、あれはこう見えたとか、なんでぜひ食事しながら街の人に話を聞いてみたり、これをきっかけにこの場所の土地に関心を持ってもらったり、そういった時間をね過ごしていただければなというふうに思っております。ありがとうございます。じゃあ福野さん。いやもう斉藤さんに始まる前にね、まあ柔らかすぎずって、まあ、釘刺されたんですけど、今ずっとこれやってて大事件見て思ったんですけどね、ほんまいやらしい人たちやなと見てこんだけ喋って何も見せへんしほん でこれどんななってんやろってみんな向こうの人は思ってるわけですよね。これいやらしいな、みんなどれ誰もみんな見せたらへんで、なんかみんなね思うじゃないですか、どないなってんのそれって。いやまあキャーな分からへんってことになってるわけです来てもらわな分からへんようになってるわけですよ。これほんまにそんな感じで、でも昨日僕も言いましたけど、まだこれ変わりますからね、こうどんどん。そうですね、何が起こるか分からない1ヶ月半吉野の場合で、来週からソニ村、ソニ村なんか僕らまだ何も見てもうどうなってんのやろみたいなできるんやろかみたいな感じになってて、もっと言えば天下もね、これまだまだもうドキドキしながら進んでいますとりあえず吉野はなんとなく楽しくなっておりますぜひお越しください。よろしくお願いします。じゃあ最後のご紹介どうぞ。ありがとうございます。今日は今日というか今回ほんまに嬉しいです。最初にねお話をっていうかお越しいただいて話があった時、正直言って何が起こるのか分かりませんでしたその芸術祭すら分かってませんので、で今もあんまり分かってません、ね、あんまり変わってないんですよね。でこれから変わっていくんやろうなと思うんですけども、やっぱり皆さんのお話を聞いたり歩かせていただいて見ましたね、今私が関わってるその奈良で松ぼっくり少年少女合唱団という新井敦子さんというのがやってる、まあ、4人なんですけども、その中の子供さんがね、心の中にウイルスがいませんかっていう一言をね、うん、皆さんの前でおっしゃって、まさに僕もずっと心が新型コロナに侵されてませんかということを言ってたんですけど、もっと分かりやすいな、心にウイルスがおったら人のことをとやかく言うたり不平不満を言うたり文句ばっかり言ってませんかというのが昨今ですよね。もう手帳が真っ白になって手帳に動かされとった僕が情けない4月があって、で不安な自分があって心にウイルスがあるんかなと思いかけて、でも今それぞれが今動きかけて、今できることを少しずつ祈りなら祈り、自分のできることを少し頑張りましょうということを皆さんにお伝えをしております。そんな中で昨日歩かせていただいて、心の中にウイルスがあるとしてもここへ来てこうやって山を歩いていただき、道後に手合わし吉野を歩いていただき、それぞれの目で見えるもん見えへんもん見つけられるもん見過ごして通り過ぎるかもわからないけれども、皆さん方の作品に触れたりこのアーティストの方々にこうお話を聞いていただいたりするコミュニケーションするとね、ウイルスなんかね解き放たれて心が解き放たれる、そんな吉野のポテンシャルをもっと上げる、もっと上げてくれる今回なのかなというふうに、それが実は決まったもんではなしに、捉える人によって全然違うし、福野さんおっしゃるようにまだ終わりが見えてないどこまで行くんやという感じのところもあるかもしれませんけども、それをすごくありがたいなと思うし、そんなことでね一度気張らずにそんなに厳しい格好してこなくても、はい、登山する格好で今行ってくさん歩いてますよね、はい、あそこまで、はい、フル装備しなくてもいいので気持ちよく来ていただいたらありがたいなと思います、はい、ありがとうございます。
あのこの、先ほど福野さんからもありました通り、10月の3日、に吉野、開きまして、で、10月の10日ソニ村、10月の18日この日だけ日曜日ですが、沿岸音楽祭っていうあのドロガー温泉でやられている音楽祭は今年もあのコロナの中で開催になりましたので、それの後からオープニングと、で、全体的に11月15日まで、やっておりますので、その期間中ぜひあの紅葉もだいぶ絡んで、来たり、あとは、まあ、とにかくおいしいものがあったり、あとこんなものがこんな場所にあるんだっていうのはたくさん多分発見ができると思いますので、作品も含めて、ぜひ皆さんお越しいただければなと、思っています。まずはこうあの今回こんな、なんていうんですかね、あのコロナの中、あとは厳しい時間の中、あのこの、マインドトレイルご参画いただきましてありがとうございます。あとは皆さんご理解いただいてありがとうございます。じゃあまた今度アーティストトーク2で、今度は別のエリアの作家と一緒に、また皆さんに動画を届けていければなと思います。本日ありがとうございました。ありがとうございました。